こんにちは。障害年金コンサルタントの宮里です。赤毛のアンといえば、カナダの作家モンゴメリが1908年に発表した長編小説で、映画、アニメ、舞台、絵本など数多くの媒体で見ることができる名作中の名作です。トム・ソーヤの冒険の著者であるマーク・トウェインも、かの不滅のアリス以来、最も可愛らしく、最も感動的で、最も愉快な子とアンを絶賛する手紙をモンゴメリに送っています。当時から世界的に評価が高く、現在にまで語り継がれる赤毛のアン。作者であるモンゴメリも充実した人生を送っていたと思われがちですが、長年うつ病に悩まされていたということはあまり知られていません。モンゴメリは31歳の時に赤毛のアンを書き上げていますが、多くの出版社を回ってもなかなか採用されませんでした。ようやく出版にこぎつけたものの、原稿料に関しての契約はモンゴメリに大変不利なものとなっていました。後に版権を争って出版社と訴訟になりましたが、長引く裁判が彼女にとって大きなストレスになっていたことは想像に難くありません。また夫の介護、第二次世界大戦、長男による不良行為といったこともストレスになって、モンゴメリはうつ病になっていったそうです。モンゴメリの孫によると、彼女の最後は睡眠薬の過剰摂取で亡くなったそうです。もちろんモンゴメリの人生は不幸だけだったわけではないはずです。自分の作品が世界中で読まれることの喜びは、作家にとって何者にも代え難いもののはずです。たくさんの読者からモンゴメリーが送られた手紙にも元気をもらっていたでしょう。人生において幸せと不幸は半分ずつであるという言葉をどこかで聞いたことがあります。モンゴメリーの幸せと不幸も半分ずつあり、それが普通の人よりも大きかったのだと思います。今うつ病で苦しんでいる多くの人も、将来病気が治り幸せがやってくることを願っています。